貼った後に時間が経過すればするほど粘着力が弱くなってきます。上にこの紙テープを貼ってあげることによってより見やすくなる。下の好きなゲートの浮きを防いでくれます。こんにちは、アケミーマニーです。本日ご紹介するのは初心者さんのためのおすすめのテーピングとテープをご紹介したいと思います。最初に多分皆さんテーピングを習うかと思いますが、いっぱいそのサージカルテープだったりとか薬局の方だったりとか百均の方とかでもいっぱい売ってると思います。それぞれ用途だったりとかによってもその粘着力だったりとか時間とともにその粘着力が強くなるのか弱くなるかでも全然変わってきます。ちなみにやっぱこの目元周辺とかっていうのは一番このお顔の中で皮膚が薄いところにはなってくるので、強いものを使いすぎてしまいますと取る時に痛かったりとか、あとは結構跡がついてしまったりとか乾燥につながってしまったりとかすることになりますので、今からご紹介するテープをもしよかったら真似してみてください。ではまずこちら、好きなゲートっていうテープになります。こちらの好きなゲートなんですけれども、他のテープと何が違うかっていうと、すごい細かい穴がたくさん入ってます。でこの好きなゲートの特徴としましては、こう貼った後に時間が経過すればするほど粘着力が弱くなってきます。弱くなるって言ってもその剥がれたりとかっていうことはないので、その辺の心配はいりません。すごい便利なものなんですけども、テープカッターっていうものになります。全然 Amazon とかにも購入できるので、テープカッターでちょっと検索してみてください。この好きなゲートっていうのは布みたいな感じでとても柔らかいテープになるので、デコボコしていてももう平らでも何でも本当に形状によってどこでもついてきてくれるテープになるので、とても便利なものになります。ただなんか他のテープとかってこういう風にシャッと切れたりとかはするんですが、これ本当布みたいなものになるので、ハサミで全部切っていくような形が一番綺麗に切れるかと思います。あともうこのテープカッターも本当に一緒に使っていただけるとコツはあるんですけども、綺麗には全然切れますので大丈夫です。たまにこうパカッとするような感じのテープカッターあるんですけども、私それすごい下手で綺麗に切れないので、このテープカッターがおすすめです。あとはもうハサミですね。そのまま1枚でお使いいただいてもいいんですが、1枚で使っていただきます。先ほど言ったように細かい穴がいっぱいあるので、少しモザイクに似たような感じになるんですかね。やっぱこうもう少し見やすくしたいので、私はこの紙テープを一緒に重ねて使ってます。この紙テープっていうのは本当紙ですね。紙で上がツルツルしたようなテープになるんですが、これと好きなゲートを一緒に重ねることによってより真っ白になるので、黒いまつげが生えてしっかり見えやすくなります。これをセットで使ってあげて、より見やすくするためにするっていうのと、あと下まぶたっていうのは本当すごい敏感なところになるので、ツイザーで少しこう押してしまってもカバーしてくれるものになります。教える人によっても異なるんですが、ツイザーをも絶対下の皮膚のまぶただったりとかついちゃいけないよっていう方も教える人いるんですが、下のテープっていうのはスイザーでこうツンってしても守ってくれるようなものでもありますので、二重にすることによってお客様もそれを感知しないっていうのもメリットでもあります。しっかり見やすくなるっていうのはやっぱこうちび毛もしっかり見えるようにならないと他と絡んでしまうことにつながりますので、この2つを重ねていくのをおすすめしています。いつも多分テーピングをしているんですが、そのこの2つをいつも使ってます。とあとはまあ年配の方で結構乾燥しやすかったりとかするような人とかだったら、その上とかにまあアイパッチ、たまにまあ普通に薬局屋とかでも売ってるようなコラーゲンが入ってたりとかヒエルロン酸が入ってたりとかするものとかでも全然使っていただいてもいいんですが、それ1枚だけでやろうとすると目元の形状結構合わなかったりとかする人もいたりとか、結構厚かったりとかするのでまつげを押してしまってつけづらくなってしまったりとかするので、これを先につけてからそういうアイパッチを使っていただいた方が施術の邪魔にはならないかと思います。はい、ではアップにするとこんな感じなんですが、テープカッターをですね、この
セロハンテープ切るところの部分をちょうど切るところに向けたいので、こんな感じに挟んでいきましょう。で、これを切る時なんですけど、こんな感じですね。ヒャーンってやってピッて切るとこのように綺麗に切れます。点々があるの分かりますか？穴が開いてるの、こうやって見ていただくと小さな穴が点々点々と開いてるのが分かるかと思います。ここで多分皮膚呼吸だったりとかっていうのを補ってくれるので、これがあるとないだけでもかなり異なっていきます。オイリーの方とかでも、まあ、先にそのまぶたの部分を拭いてからこれをやってあげると浮いたりとかしなくていいです。で、そしてその上からですね、こちらの紙板ですね。紙板は本当ツルツルしています。かなり使いやすいです。本当紙っぽいような素材なので、切るときもとても扱いやすいです。切るときは先ほどと同じですね、シュッとな感じで切っていきます。特徴としてはさっきの好きなゲートよりかは少し細めですね。太さ比較してみていただけると、ほんと多分3分の2くらい細いんですが、目がこの辺にあるとしたらこんな感じで引いてあげるととても見やすいです。で、この上にこの紙テープを貼ってあげることによってより見やすくなるっていうのと、この下の好きなゲートの浮きを防いでくれますので、必ずこれを貼るときはこの好きなゲートより長めに取って貼っていきましょう。こんな感じで押さえる、押さえて貼る。で、プラスちょっとこういう感じで折り目があると取るときにとても簡単に取ることができます。はい、あとその他のそのサージカルテープだったりとか、もともとサージカルテープっていうのは包帯を巻いて包帯を留めるもののために作られているものなので、ほとんどのサージカルテープっていうのは時間が経てば経つほどすごい粘着力が増すって思っていただいて大丈夫です。あとは毛羽立っていたりとかするものもあるので、それを使うことによってもやっぱそれつけてる時にグルーと一緒にくっついてしまったらホコリみたいにずっとついてるので、かなりそれを放置するとお客さん様のその目の中に入ってしまってゴロゴロ感っていうのが感じてしまうんですね。なので、その毛羽立っているような好きなゲートはあまりおすすめはいたしません。そして粘着力を弱めようと思って結構手にこうパチ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 やる方もいるかと思いますが、要は自分の角質をそこにたくさんつけているような状態なので、それをつけてから要はお客様の皮膚にくっつけているわけなので、衛生的にはあまり良くないかと思います。敏感な時期だったりとかアレルギーがある時期に当たってしまいますと、そこにちょっとだけでも傷が入っていた場合にですね、他人のその角質だったりとかがそこに触れてしまったらもうアレルギーだったりとかちょっと腫れてしまったりとかすることにつながりますので、必ずテープが綺麗な状態で貼るようにしましょう。衛生もとても大事です。では、この動画がいいねと思ったらいいねボタンとチャンネル登録と、あと何かありましたらコメントの方もお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。